さんどうもこんにちは、ケリアスです。今回も集まる動物の森やっていきます。それでは行きましょう。ああ、自然。はい、お、あ、アップリケね。アプリケは呼びました。誘ったかな。あ、これあれやわ、なんかたぬきショッピングの商店か、たぬき商店の285ベルしかないけど、じゃあとりあえず手紙届いてるんで、たぬき開発、ああ引っ越してきたから。あ、これね、このあれ、あ、この大量にある青いアネモネ、ピンクのアネモネはリブラがマイル旅行券で小さい島に行った時に、すごいすごいすごい神島かなんか引いて、それで当たったらあんなにいいみたいな。でここ崖の上ですね、ここあの坂立てる予定地の崖にあの交配所作りました、花の。なんか家の前にあんなバン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 置いてても別に嫌だったんで、ごちゃごちゃになるしね、ちょっとここにすっきりしてまとめました。で、ここに売り土地やったんですけど、ご制約になっています。さあ誰だ、ハムジ誰かわからん。じゃあ、やさお。じゃあ、住民たちの挨拶もしつつ。いや、元気かい？ああ、元気。ジーク花びらがなんとも言えず、風情があるね。そうだね。あらら、ブレンダー。ブレンダーは、前来ました。まあ、でも、結構、賑やかになってきたんじゃないかな。あら、誰君？え、待って、マジで誰？ジャスティン。ベイベイ、初めて見る顔じゃん。どうも、俺ジャスティン。池で魚との出会いを求めて島から島へと旅しているイケメン魚コレクターだ。あは、今笑うところなんだけどね、君クールだね。まあまあ、魚集めてるっていうのはマジだから、そんなに引かないでくれよ。俺さ、釣り上手な人たちお願いして状態のいい魚を売ってもらってるんだ。釣りの腕前チェックに合格したら君の魚も高く買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あとコレクター向けに作ったオリジナルグッズとかもあるからさ、興味があったら声かけてくれよ。まあ今はいいや。明日の午前5時ぐらいまでいる。結構いるな。よし、じゃあボン家行ってみよう。やボン、あら、なんか作ってるの？はい、何してるの？ダンボールチェア。うん、知ってます。わかった、はい、ありがとね。よし、マールも外に出てる。これアプリケンチだよね。アプリケさん、アプリケはカンガルーですね。あら、アキレさん、休みに来てくださったんですか、ありがとうございます。この通り無事に引っ越してきましたよ。まだ荷物は片付いてませんけど、あなたのお誘いでこの島に引っ越してきてよかったです。これからもよろしくお願いします。はい、マイル旅行券でこの子誘ってきました。むちゃくちゃ可愛い子言ってたからちょっとね。で、もう売り土地はもう一軒ハムジが引っ越してきたところで、もうちょっと売り土地はちょっとストップしようと思ってて、だから今回からは
今回からっていうか次回からになるんかな、次回からはインフラ整備を中心的にやっていきたいと思っています。もう戸竹系さんが来るのにも準備しないといけないし、さすがに住民の家ばっかり建てててもちょっとなんかごちゃごちゃってなっちゃいそうなんで、一旦ちょっと売り土地はやめてインフラ整備を中心的にやっていきたいと思っております。さあ、でかい魚影がある。はっ、あら、ちょっと待って、これスズキ？ヒラメ？いや、それ以外の生き物だってくれ。ほら、おお、スズキ。スズキはいいよ。まあ、いや、売ったらお金になるし。ほら、お金の木がなってる。もうらいい。よし、インフラ整備のお金がたまった。あと、飛行場の入り口もちょっと変えました。で、これ貝殻のアーチですね、作って この両端に木を植えました。おしゃれかどうかわかんないけど。じゃあ回る。今日みたいな日はお母さんが作るハヤシライスを思い出しちゃって懐かしい気分になっちゃいます。これ何、ボルシチって言ってなかった？まあいいや。よし、まだ住民の挨拶終わってない。まあその前に買い物行こうよ。買い物行く前になんかいろいろ売ろう。よう、たぬきちぷぷきち、たぬきちじゃねえ、豆きちぷぷきち買い取ってもらいましょう。イースターなラグを持ってるから売ろうかな、もう。雑草はいろいろ使えるから。お、2040ベル、いいね、いい感じや。とりあえず卵、よいしょ、よし。でもこれで手持ちに余裕がある。これはなんもないからね。ナチュラルフローリング、欲しいものがないですね。じゃあ、ちょっとごめんごめん。次、エイブルシスターズ行こう。仕立て屋。よいしょ。新しい服とかも買っていきたいですし。あら、ブーケ。いや、ブーケさん。奇遇だね、アカエルスちゃん、こんなとこで会って嬉しいな。ヤッホー、もっかしてアカエルスちゃんもオープンしたての仕立て屋にを見に来たの。注文のディスプレイがうまいよね。こんなのいろいろ欲しくなっちゃって絶対お財布がやばいよ。むちゃくちゃ本人聞いてるよ、隣で。嬉しいだろうね、聞いてる本人は。おかみさんとちょっと仲良くしたいんですよ、私は。まあいいや、もう話しかける頻度ちょっと少なくしよう。着流し、いいわ。さあ、じゃあここで試着室でいろいろ見ていこう。試着室の方があれだしね、ちょっとレパートリー多いしで。何これ。おお、あ、ワンピース、え、これかわいい。買おうかな、これは買おう。豚鼻靴下とかもデザインストッキング。あ、じゃあこっちで行こう。ストラップシューズ、あー、なるほどね。ビジネスシューズ、結構かわいい服が今日は揃ってる。あ、これもベースボールシャツかわいいの揃ってるね。
りあえず靴とか、靴下はいいんだけど、靴とりあえず、うん、靴下はデザインストッキング。ああ、三宅ブーツ持ってます。じゃあ帽子とかもさ帽子はいいかな。よし、じゃあ購入しよう。元の格好にして、よし、ありがとう。家の収納に送ってくれるから嬉しいよね。あれ、どれあったあった、カタログ、よし、よし。じゃあ次は案内所行こう。評価も聞きたい。いやでもどうせ一つ星1だろうけどさ、やだよもう。じゃあとりあえずたぬきショッピング、おっやった、白のスリッポンゲット、よし。じゃあとりあえずしずえさんに聞こう。はい、島の評判ですね。お、さあ、お、二つ星になってる。やった。最近注目度我慢してきて話題になりつつある状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと。これ誰や。何事にもほどほどが一番ですけど、島の評判に限って言うとほどほどよりは頑張る方がええんとちゃいますやろか。これ誰や。まあ私らもかけながら応援してますよって、安城お気張りやす。これ誰やとのことです。前回の集計と比較しますと、島の景観に魅力が増しているとの声が多く見られました。やった、工場の余地はまだありますので、引き続き魅力ある島の景観作りにご協力お願いします。この島から取れる材料を使って自作されたものを飾っておけば、島自然環境の面でも良い印象を与えそうですね。以上になります。また島の評判を聞きになりたいときは気軽にお尋ねくださいね。ありがとうね。あと二つ星になったのはでかいですね。メンディー行けないね。あ、出た。コス楽しくやってる。桜が散り始めてしまったね。あんた花火高い。まだ何今のうちだよ。あらハムスケ、あ、ごめん間違えた。体を動かすのって気持ちいいよな。スクワット100本一緒にどうだ。100本、いやそれはきついからやめとくよハムスケよし、じゃあ早速インフラ整備の方に入っていきたいと思っております。よし、案内所に行こう。だからもうトタケケさんが来るまではあれだな、ローン払えなさそう。すごい金欠今。うん、だからローンはしばらく払わない。でもインフラ整備の方にお金をかけていきたいと思います。インフラ整備の相談。さて区画整理をしましょうか。どうしようかな。でも位置をね変えるってなるとね、それなりのねお金がかかってくるんですよね。どうしようかな。住民の家どうしよう。さあ、あ、そういやブレンダーに合ってないな。どこ行ったんやろこの子。じゃあとりあえずこのね、あの他の住民たちはいい感じで固まってるんですけど、ここ
の2人だけね、すんごいなんかぼっち感がすごいですよ。だからこの2人のどっちかをちょっと移住させましょう。移住じゃない、移動させます。どうしようかな。高いもう高いわ。5万。待ってね。途中で出すのはやめるから、区画整理。キャンプサイトの位置変え、キャンプサイトの位置は変えないけど、どうしようかな。もうちょっと考えましょう。じゃあちょっと、じゃあこのマップとか見て、いろいろ決めていきます。そっちの方が早い。よし、じゃあマップじゃあ見ましょうか。はい、もうここのこの これは移動できないんで、さあどうしようか。飛行場がここにあるでしょ。じゃあどうしようかな。ポンとマールンチの間がちょっと空いてるんで、あっこに住民の誰か移動させます。それでどうしようかな。あの崖の上とかに早くちょっと作って、あの崖の坂とかね、すぐ作って崖の上にね、住民の家置きたいんですけど、さすがにね、どうしようか。とりあえずお金ないで、お金集めます。化石やった。化石ね、売ったら結構お金になるんで、いやでも寄贈しつつだから結構少なくなるかも。寄贈はやっぱりね大切だと思うんで、とりあえず夢の卵はいらんかったな。あら回る、リムランチがひどいわ、悲惨なことになってる。虹色、これは待って、見え、虹色。じゃあとりあえず星印ついてるところを置いていこう。ここはだってまだでもね、それはちょっときついわ。上とかにもあるときあった。じゃあはしご使って、で、あ、間違えた。おい、卵はいらん。あら、埋蔵金よし。もういつ壊れるかわかんないからな、これは。あ、きれいだわ、ちょっとこう。あら、もう1時？あった。よいしょ。もう卵はもういらん。よっしゃー、来たー、化石。あれ？これめっちゃ怖い。ほんまにシャベルいつ潰れてもおかしくないからさ。よいしょ。よし、じゃあ探そう。今化石2つ。あ、いいっす。いや、卵。もうなんで卵？上あるかな。よいしょ。木の枝とかも拾いつつ。よいしょ。この上とかにも、あ、なんかちっちゃい子いてる。これ誰かな。よいしょ。崖の上だから。え、まだ？
怖いって。おじゃあ、え、そこで空き缶いらん、そこで空き缶いらん。よいしょ、卵卵卵卵卵卵卵はやだ。あー、ごめんよ。よいしょ、よし、あ、あった、あ、違う、木の枝やないか。よっこいしょ、いいん、卵やだ、卵、卵は、うぅー、びっくりした、あった、お、よっしゃ、化石、よし、ここにも卵、卵やないかーい。卵はもうやだよ。あ、ここにもいてる。ここは違う子が連れてほしいです。よい、あ、すごい、なんかさ、水に浮いてるさ、桜むちゃくちゃ綺麗じゃないですか。やば、あ、これ好きだわ、リアルだな。空き缶は嫌だよ、もう。よっしゃ、ほい、ザリガニ、よし、ほい、おっしゃ、化石、こんな化石集めとったらさ、絶対かぶりはあるっしょ。卵、じゃあここも見てもらって、ここはさすがにないと思うんだけど、あったら逆に怖いし、ね、ないです。あー、戻ってきちゃった。まあいいか、よし、じゃあ降りよう。よいしょ、キャンプサイトにも誰も来てないしね。まあでも売り立てってないから、多分もう今後は誰も来ないかな、キャンプサイトにも。来てないね。あら、いし、あ、ブレンダーいた、どこ。もう全然駆け巡る、なんとも言えないむずがゆさ、嫌な感がするわ。え、待って待って待って、飲みにとる、飲みにとる、待って待って待って、あっ、虫網がない、ごめんね、ブレンダー飲みとれんわ。ねえ、悪気は、悪気があって忘れたんじゃないんだ。あった、あった、ちょっと待って、風船の音がする、どこ、うん、わからんからいいや。よし、じゃあ寄贈していこう。あら、まだ寝てる、いや、まだ寝てるって、あ、危ね、化石の鑑定お願い。はい、4つ持ってきたよ、ちゃんと、ちゃんとっていうか持ってきました。お、中にはってことは、よし、何個何個何個、お、2個、ほい、いや、うん、ありがとうね。じゃあちょっと見に行こう。よし、マイレージも溜まってる。あら、あれ、マイレージまだ溜まってる、あった、あー、イニシエの真実、ナイス、よし、完成はまだしてない、ないね。
でも今度いい感じに溜まってきてるしね。よし、じゃあインフラ整備の方に戻ろうって言っても無理なんだけど、じゃあもう旅行に行く。マイル旅行券使って旅行に行く。もうそれしかない。新しい花とかも欲しいし、よいしょ。でも手持ちがいっぱいなんだよね、新しい花って言ってもさ。売ってから行こう。じゃあ買って売っていこう。よし、マイル交換です。マイル旅行券を使って、では今回はマイル旅行券使って終わりにしよう。いや大丈夫、よし。よし、じゃあもうなんか話しかけるの面倒だからここにいるよ。卵もいらんもん。よし、オッケー。あ、5倍だ。よし、じゃあ行こうか。まだあるし。新しい花がありますように。バラとか欲しい。バラとか欲しい。バラとか欲しい。来い、私の運よ、くれよけなんてです。よいしょ、ちょっと待って、アネモネ、アネモネ、あれ雑草。住民はいないと思うんだけど、待って、怖い。アネモネ、アネモネ、なんでアネモネじゃないか。でも上になんか、あ、すごい、持った。いいぞ。はしごや。よいしょ。住人はいてないと思うんで、売り土地とか売ってないし。あ、すごい。お金ゲットのチャンスかな、これ。頑張る。よし。何出てるこれ。モンドたちだね。お、金鉱石。鉄鋼石、あら、鉄鋼石、よいしょ。金鉱石が出たのは一回。あ、取っちゃった。あら、取っちゃった。もうこれ以上出ないと思うんで諦めよう。ああ、団子飯が丸まってる。鉄鉱石いっぱい潰れちゃった。よし、これでいっか。あー、粘土も一応もらってこ。粘土もまた使うかもやし。よいしょ、はい。で、たまにね、砂浜に瓶落ちてた時あるんで、それだけ確認しておこう。ないね。よし、じゃあ今回はここまでにしよう。もうここでいいや。
今回はもうほんまにただ単にもうブラブラしただけかな。あ、次回からはちゃんとお金貯めてインフラ整備頑張っていきたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。では皆さんバイバーイ。